ときめきメモリアルガールズサイド4、矢之介くん一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は博物館に行ってきたところですね。ちょっとバイトはまた今回は遅くなりそうだな、本当始めるのが。あ、そっか、ゴールデンウィークだったからね、びっくりした。はい、じゃあ、今日はゲーセンに行ってきたいと思います。本当意外と遅刻してくるな。ひらぎくんまだ来てないな。待たせてしまってすみません。ううん、大丈夫だよ。ありがとう、これからは気をつけます。では行きましょうか。ん、僕の体がどうかした？素敵です。え、その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒイラギ君この服気に入ってくれたみたい。素敵な色合い。本当？最近の流行色なんだよ。流行っているかよりあなたに合ってるのがいいんです。やった、ヒイラギ君に褒められちゃった。意味をなさない音と光の渦。ここはいつ来てもすごいですね。すいません、なんか。僕の声聞こえてるならいいんだけど。やっぱたまに出てくるちょっとこのタメ語がいいわよね。クイズゲームで対戦しよう。ええ、クイズならできそうです。うん、いい感じだよね。どうしました？いいですよ、続けて。いい一日でした。どうもありがとう。ん？また来ましょう、ぜひ。それではここで失礼します。あ、ひらぎくんからメッセージ。有意義な時間をありがとうございました、だって。うん、今日は少しひらきくんと近づけたかも。今月あともう一回デートしたいね。そうするか。ヒイラギです。あ、藤谷です。ええ。それで何かご用でしょうか。5月23日に森林公園に行かない？ええ、空いています。じゃあ5月23日に公園入り口で待ってるね。はい、当日お待ちしています。やった、早く5月23日来ないかな。やった。え、一緒に帰ってお願い。ひらぎくん。はい、何でしょう。よかったら一緒に帰らない？構いませんよ。よかった、じゃあ行こう。会話はなかった。はい、じゃあ、今日は森林公園に行ってきたいと思います。やっと違うパターン。遅れちゃった。ひいらぎくんは、あ、もう来てる。ごめんね、待たせちゃって。遅れそうなら事前に連絡。ほうれん草は大切ですよ。まあでも3回ぐらい連絡もらってなかったと思うけど。まあいいわ。はい、気をつけます。どうしました？僕の体がどうかした？
素敵です。え？その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒイラギ君この服気に入ってくれたみたい。素敵な色合い。本当？最近の流行色なんだよ。流行っているかよりあなたに合ってるのがいいんです。やった、ヒイラギ君に褒められちゃった。ゆっくり春を感じながら歩きましょう。いいところですね。春のホタルは何をしてるんでしょう。出番待ちじゃない？なるほど、舞台袖で待機してる感じかな。やったね、バッチリ好印象。はあ、いいですねこの空気。とても有意義な一日でした。どうもありがとう。ん？また来ましょう。ぜひ。それではここで失礼します。あ、ヒイラギ君からメッセージ。有意義な時間をありがとうございましただって。今日は少しヒイラギ君と近づけたかも。来月もデート2回だけど、夏に向けて前倒しに、まあでもそんな夏忙しくはないのか。まあいいや。ヒイラギです。あ、藤谷です。ええ、それで何かご用でしょうか。6月6日に植物園に行かない？よかった。ええ、空いています。じゃあ6月6日に公園入り口で待ってるね。はい、当日お待ちしています。やった、早く6月6日来ないかな。じゃあ今日は植物園に行ってきたいと思います。ちょっと買い物やり直したのにしくってたな。なんか白いものばっかりだったし、なんかね、シックのやつってね、なぜだかわからないけどね、ナチュラルの毒性もついてるやつも結構多くて、なんかね、ナチュラルになっちゃうんだよね。ちょっとしくったな。ちょっと1年目浴衣はミニ浴衣を諦めようかな。ちょっとこれはもう一回ジェス行かないとダメかもしれない。小物でちょっとね、シック病を足していかないと厳しいから、小物も絶対欲しいし。ヒイラギ君まだ来てないな。待たせてしまってすみません。ううん、大丈夫だよ。ありがとう、これからは気をつけます。では行きましょうか。どうしました？僕の体がどうかした？素敵です。え？その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒイラギ君この服気に入ってくれたみたい。緑の匂いが濃いですね。どうしました？立派な施設ですね。管理が行き届いている。このお花すごくいい香りがする。本当だ、甘い香り、まるでお菓子のようですね。うん、いい感じだよね。どうしました？バッチリ好印象が少ないな。私が選んでるデート場所のせいかな。あなたはそれが好き？いい一日でした。どうもありがとう。また来ましょう。ぜひ。それではここで失礼します。
あ、ひらきくんからメッセージ。有意義な時間をありがとうございました、だって。ん、今日は少しひらきくんと近づけたかも。体育祭だった今日は体育祭、よし頑張るぞ。運動から激低だからな。さてと、何の競技に参加しようかな。ちょっと転ばないようにしないと。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしようかな。藤谷さん、もうお相手は決まってますか？ううん、まだ。ではよろしければご一緒に。うん。位置について、よーい。右左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 右。すごい嬉しそう。かわいいな。まさか1位だなんて。嬉しいです。すごい喜んでる。やったね、一等賞、二人の勝利。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は、あ、ヒイラギ君だ。はい、あなたとですね。よろしく。うん、よろしくね。これで終わりかな。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。ちょっと早いけど、先に買い物に行っちゃおうかな。もう一回ちょっとお礼としたいよね。ヒイラギです。あ、藤谷です。ええ、それで何かご用でしょうか？そろそろ断られるかな。6月27日にカラオケボックスで歌いに行かない？うん、よかった、意外と大丈夫だな。ええ、空いています。じゃあ6月27日に駅前広場で待ってるね。はい、当日お待ちしています。やった、早く6月27日来ないかな。じゃあ今日はカラオケに行ってきたいと思います。よし、やっとね、これで流行アイテムを2つ入れられた。遅れちゃった。ヒイラギ君は、あ、もう来てる。ごめんね、待たせちゃって。遅れそうなら事前に連絡、ほうれん草は大切ですよ。はい、気をつけます。どうしました？僕の体がどうかした？素敵です。え？その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒイラギ君この服気に入ってくれたみたい。ああ、それどちらも流行ってない？そうなんです。うん、流行に乗ってみました。どうかな？いいと思うよ。しっかり自分のものにしているし、何よりあなたに似合っています。今のいいと思うよ、なんか嬉しいね。やっぱ突然出てくる食べ物いいな。
ヒイラギ君に褒められた。ちゃんと流行のワードをチェックしててよかった。あなたの歌、僕は好きです。部屋空いてるといいけど。いつ聞いたのかしら、初めて来るけど。うん、行ってみよう。でも割と好きなんだね、カラオケは。どうしました？あなたは決まってるみたいですね。どうぞお先に。私の一曲聴いてください。ええ、愛の手はお任せください。楽しそうだね。やったね、バッチリ好印象。どうしました？あなたはそれが好き？とても有意義な一日でした。どうもありがとう。どうしました？また来ましょう。ぜひ。それではここで失礼します。あ、ひらぎくんからメッセージ。有意義な時間をありがとうございました、だって。うん、今日は少しひらぎくんと近づけたかも。で、やっとね、この間バイトが出たので、ちょっと今日はバイト始めようかな。あ、待って、あそこはつなげたいけど、あ、間に合うね、間に合う。待って、11、18でお誘いして、で25で花火誘えばいいもんね。よし、間に合うね。じゃあバイト始めよう今日は。で、バイトはちょっと悩んだんだけど、まあ最近やってなかったっていうのと、パラメーター的に指紋かな。ちょっと本当はね、風間くんのイベントが出たりしちゃうからあんまり気は進まないんだけど、まあね、今回どこの場合とやってもね、みんな出会って、なんか誰かしらと出会っちゃうんでね。お電話ありがとうございます。雑貨屋シモンです。アルバイト募集を拝見してお電話させていただいたんですが。それじゃあ毎週火曜日と木曜日に来てもらえる？わかりました、よろしくお願いします。次回からよろしくお願いね。毎週火曜日と木曜日は雑貨屋さんでアルバイト、よーし頑張るぞ。明日から来ます、テストだ、頑張ろう。まあ、今回はまあまあなんじゃない？生徒会効果でね、運動がだだ下がってるけど。テストの結果が張り出されてるみたい、見に行ってみよっと。切ないわね、矢之助くん。赤点が、まあでもどうにかね、歴代のちょっとおバカちゃんたちに比べれば全然バカじゃないかもね。まあこんなもんかな。こんにちは。あ、ひらぎくん、こんにちは。あなたの背中ははっきり見えています。覚悟しておいてください。本当？順位だよね。ええ、それじゃ。あんなに忙しい柊木くんが頑張ってるんだから、私ももっとやらないと。やっぱなんか忙しくて、ちょっとなかなか勉強してる時間もないって感じなのかしらね。よし、とりあえずテストを忘れてお礼にさせる。柊木です。あ、藤谷です。ええ。それで、何かご用でしょうか？7月22日に森林公園に行かない？うん。その日は埋まってます。やっと断られたわ、来ると思った。7月22日に森林公園に行かない？うん、よかった。
ええ、空いています。じゃあ7月22日に公園入り口で待ってるね。はい、当日お待ちしています。やった、早く7月22日来ないかな。ちょっと運動を海に行くまでに40にしときたいな。今日からアルバイトさせていただきます、藤谷です。よろしくお願いします。あなたのシフトは毎週火曜日と木曜日だったわよね。よろしくね。はい、わかりました。よし、じゃあ今日はお化け屋敷で遊園地で遊びしましょう。藤谷です。ええ、それで何かご用でしょうか。黒い服を買っておくのを忘れたぞちょっともういっか、チャンスあるかな、もう一回。しかもどうせイベントでね、もしかしたらコメントないかもしれないからね。7月23日に遊園地遊びに行かない？うん、ええ、空いています。じゃあ7月23日にバス停で待ってるね。はい、当日お待ちしています。やった、早く7月23日来ないかな。じゃあ、今日は森林公園に行ってきたいと思います。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。今日は森林公園。まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？ヒラギくん、まだ来てないな。待たせてしまってすみません。ううん、大丈夫だよ。ありがとう。これからは気をつけます。では、行きましょうか。どうしました？僕の体がどうかした？素敵です。え？その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒラギくんこの服気に入ってくれたみたい。ああ、それどちらも流行ってない？うん、流行に乗ってみました。どうかな。いいと思うよ。しっかり自分のものにしているし、何よりあなたに似合っています。ヒイラギくんに褒められた。ちゃんと流行のものをチェックしててよかった。日差しが強い。水辺に行けば多少は涼しいかな。うん、行ってみようか。どうしました？僕たちも後で東屋の方に行ってみましょう。あそこは涼しそうだよね。少し涼ませてもらいましょう。あそこから出られなくなりそうで怖いけど。やったね、バッチリ好印象。ん？あなたはそれが好き？とても有意義な一日でした。どうもありがとう。ん？また来ましょう。ぜひ。それではここで失礼します。あ、ひらぎくんからメッセージ。有意義な時間をありがとうございました、だって。今日は少しひらぎくんと近づけたかも。はい、じゃあ、今日は遊園地に行ってきたいと思います。ヒイラギくん、まだ来てないな。割と遅刻多いな待たせてしまってすみません。ううん、大丈夫だよ。ありがとう。これからは気をつけます。では、行きましょうか。
どうしました？僕の体がどうかした？素敵です。え？その服装のこと、とても似合っています。よかった、ヒイラギ君この服気に入ってくれたみたい。ああ、それどちらも流行ってない？うん、流行に乗ってみました。どうかな？いいと思うよ。しっかり自分のものにしているし、何よりあなたに似合っています。ヒイラギ君に褒められた。ちゃんと流行のものをチェックしててよかった。遊園地の地図は見ているだけでワクワクする。どうです、決まった？お化け屋敷に入ろう。あそこですか、わかりました。微妙な反応だな。どうしました？ここのセットと小道具をもう少しどうにかしたい。あなたはあまり得意じゃないと思ってましたけど。そうなんだけど、自然に足が。いいでしょう。あなたが潜在的に求める何かを確かめに行こう。うん。キャー！うわー！うん。それではいけませんよ。え、ヒエラギク？まず死に装束は左前が一般的です。あ、それはちょっと間違ったら確かにダメだな。さすがにちょっとお化けでもね、そこは間違ったらダメじゃない？そんなの私だって知ってるわよ。え？あ、はい。ヒエラギク？どうしても気になってしまって、抗議で同業者と言えなくもありません。まあただのバイトだと思うよ。でも恨めしや。三角頭巾もそれでは逆です。ありがとうございます。さすが座長。はい、いいでしょう。出のタイミングも改善の余地がありそうです。あ、はい、ありがとうございます。失礼します。すみません、職業病です。お化けさん、お礼言ってたね。あなたは興ざめじゃなかった？あ、ヒイラギ君のおかげで少し怖くなかったの。怖くなくなったかも。うん、それはいいことなのかな。とても有意義な一日でした。どうもありがとう。ん？また来ましょう。ぜひ家まで送ります。方向はどちら？どうしました？ニコニコだね。僕も。可愛いな、ニコニコだねって、なんか可愛いな。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみなさい。ん？今日はゆっくり休んで。ヒイラギ君に送ってもらっちゃった。あ、ヒイラギ君からメッセージ。楽しかった。またお出かけしましょう、だって。よかった。今日はヒイラギ君とすごく近づけた気がする。このかわいい、かわいさ。ねえ、いいわね。このすごいさ、お堅い感じに見せかけてのね、この、ニコニコはかわいいな、今の。じゃあ、今日は花火大会を誘いして終わろうかな。ヒイラギです。あ、藤谷です。ええ、それで何かご用でしょうか？
8月1日の花火大会に行かない？うん。よし。ええ。空いています。じゃあ8月1日に羽ばたき駅で待ってるね。はい。当日お待ちしています。やった。早く8月1日来ないかな。はい。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。